浦和さん、今日はデイサービスどうでしたか？って、はい、楽しかったですね、うん、はい、でもね、今日ね、あ、お風呂が壊れちゃったんだって、沸かなかった、うん、おいでね、うん、なんかね、うん、でも体ね、うん、お風呂へ入れなくて、うん、シャワーも水になっちゃうんだって、ちょっとお湯が出たり、うん、そうだからね、体拭いてもらったっていうか、そんな感じね、今日はね、うん、申し訳なかったって言ってました。はい、ありがとうございます。でも楽しかったです。なんかね、今日ね、死後にいろいろ話したんだ、うん、こういう人が、うん、あのブロックね、母ちゃんわかんねえでしたんだけどっつったら、死後がブロックじゃあ解除してやるよって今日言ったけど、わかるんかいっつったら、わかるよって言うんだよね。でもさ、今さら解除してもさ、もう帰ってこねえと思うよね、あの子に言った、うん、なんていう人っつうか、モカちゃんだって言ったんだよね。モカちゃんね、おちっこ大丈夫かいとかね、いろいろ親切にしてくれたよって言ったんよね。そしたらね、解除できるよって慎吾言ったんだよ。でも今更やってもね、もうね、よくないと思うんだよね。で、あれだもんね、あの北斗さんも昨日さようならって書いてあったよ、コメントに。だからもう、あまりね、無理にしない方がいいよね、ありがとう。あ、リリーちゃん、リンリンリンちゃん、初見ですってありがとうございます。リンリンリンちゃん、ありがとう、ありがとうね、まちゃこちゃん、外食はダメだよねって、そうだよね、あ、ゆかちゃん、よせさん、昨夜大変でしたねって、ありがとう、ありがとうね、ね、私謝ってね、謝ったんだけどさ、泣き芸だって言われたもんね、悲しかったよね、ね、もっと早くね、あれだな、私ね、ブロックなんかしないよ、自分のね、応援してくれた人、だってさ、キキちゃんだってブロックしてないし、あとなんだっけ、あのほら、なんだっけ、すぐ忘れちゃう、やさ姫さんと、そうね、してないよ、おかしいね、自分を応援してくれた人をブロック絶対しないかんね、私。でもね、あのなんだっけ、なんだっけ、モカちゃんの場合はすごい荒れてた、もうね、なんていうの、誰が本当のモカちゃんだか分かんなかった、それでね、自分も分かんなかった、それで本当のモカちゃんだったんだって、ブロックしたんが、私が、そうね、たまちゃん、お出かけって、そうなのよ、あ、チョッピさん、ヨセさん、少し痩せましたかって、はい、痩せました、はい、ね、いろいろ苦労が多くてね、ありがとうございます。浦和先生、クリマンジュさん、どうしたのかなって、なんかね、おかしいね、私も、兄ちゃん、ヨセさんはおふみさんをブロックしてしんごくんに解除してもらったとすっかり忘れてるんですね。本当に私言ったっけ、本当、じゃあ私が悪、どうだった、本当にじゃあ悪かったね、じゃあ栗まんじゅうさんもすぐね、じゃあね、栗まんじゅうさんじゃない、もかちゃんもね、ねえ、言えばよかったんだね、言ったんだけどさ、栗まんじゅうさん、よせさん、毎日
応援してたから来ますようにねってね。ね、そうですね、フラー先生ね、うん、私、うん、自分からは解除、何、自分からはねブロックはしませんよ、応援してくれた方をね、うん、そうだよ、私ひまちゃんだって別にブロックを自分でしないよ、キキちゃんだってそうだよ、ブロックしてないよね、ね、いい子だったよキキちゃん、本当だよね、絶対ねブロックしない自分から、うん、兄ちゃんだからモカさんのこと早く伝えないからモカさんもみんな怒ったんだねって、うん、そうかもしれない多分ね、うん、そう、おふみさんブロックした時はすぐ慎吾君に伝えて次の日は解除された、本当だっけ、覚えてねえんだよねそれね、うん、本当、うん、それ私そこまで覚えてね、うん、ごめんね、うん、地方省かしらね、兄ちゃん妖精さんが大久美さんブロックしたんだよってこの人頭がおかしかったからって言ってねって、そうなん、うん、そうなんだ、うん、私がしたの、うん、本当、うん、おいたら違う名前で来たんだよね、うん、八田姫さんとかね、うん、そうだよね、うん、わかんないね、うん、私まだ本当にこういうのただ配信してるだけで詳しくないからね、うん、そういうものをね、うん、勉強しなくちゃダメだね、うん、妹んちもさこれで電話できるんだって、それでねなんかずっとあの話しても無料だって言うけどさやり方わかんないんだよね私ね、いじり方が、だからつい向こうでかけちゃうんだけど、ね、これだと何時間喋っててもタダだって言うんだよね、そう、兄ちゃん、解除できないんだから手当たり次第ブロック解除するの、何、うん、んブロック解除するのをやめた方がいいと思うよって、あ、そうか、うん、そうなんだ、うん、次第ブロックするの、手当たり次第ブロックするのやめた方がいいと思う、あ、そうなんだ、うん、そうか、じゃあ、あ、アンチでもここになんていうのここにスルーすればいいってこと？コメント。そうだよね。うん、ブロックしないでね。うん、そっか。わかった、うん。ありがとう。うん、ね、うん。ありがとう。うん、あ、泳がしておこうよって。そうなんだよね、まちょこちゃんね。うん、そうだね。妖精さん、間違えてブロックされた。たくさんいます、一度全部解除してみたらどうですかって、どうしてもひどい時だけはまた慎吾君にブロックしてもらおったらって、あ、そうなんだ、いい人もブロックしちゃったんだ私、うん、そうなん、うん、ゆなちゃんブロックしてまた他のアカウントで来るから意味ないよ、そうなんだ、うん、わかんないんだねそこまで詳しくね私ね、うんうん、だからさ、うん、まあしょうがないね、うん、謝ってもねもう無理だもんね、うん、特にナナシのアイテムのブロック指示はってね、うん、従わないでよってね、リアルクーピーちゃん、うんね、キューピーちゃん、兄ちゃん関連ブロックしてるからアカウントを作ってもここを見ることはできないんです、だからってね、ありがとう、
ヨセモンさん、息子はブロックシジもスルーだんべって思った、うん、ユナちゃん、ナナシのアイテムでブロックシジしているのはユウさんでしょうって、ナナシのアイテムでブロックシジしてるの、そんなことないと思うよ、うん、ね、ユウさんはねいい人だよ、ユウさんとてもいい人だよ、ね、あのいつも言っ、あの私は言ってたよ、コメント寄せないけど、ヨシエさん陰ながら必ずヨシエさんってね、ナイスしてるからねって言ってくれたよ、いい人だよユウさん、ね、ユウさんとってもいい人だよね、ほう、こちら、フラワー先生、キキちゃんどうしてるかなって、そうですね先生ね、キキちゃんね、本当だよね、ブロックしてないからキキちゃん戻ってきてもらいたいね、ね、ね、そうですね、だってね、だって北斗さんもいなくなっちゃったし、あとはモカちゃんもいないもんね、キキちゃん来てもらいたいね、ここだよ、ねえ、どうしてるかな、キキちゃん好きだからね私ね、こちらユナちゃん、ユウさんはサリンを、他のリスナーさん脅迫してましたねって、そうね、まあそれはまた、多分ね、そういう悪い意味じゃないと思うよユウさんね、フラー先生、キキちゃん可愛かったって、本当ですねフラー先生ね、私もキキちゃん大好きだったよ、ユキちゃんもいいけどね、ユキちゃんも好きだよね、こちらユナちゃん、どう考えても悪い意味だよってね、不謹慎すぎる、被害者もいるのに不愉快だよって、そうなん、ユナちゃん、ユキちゃんも可愛いねってフラー先生、そうですね、ユキちゃん可愛いよね、いろいろね、ユキちゃんも大好きだよね、リアルキューピーさん、ユウさんはリブをしまくって迷惑かけた本人なのに、嫉妬リブ批判をしていた、八方美人だから良い印象、何見えなくなっちゃったよ、まさこちゃん一日コメント見てもらって、しんごさんにってね、ありがとう、W さん、HH 制服コスプレ誕生日記メガホン協力お願いします、あずこめってなんだろう、わかんない、ゆなちゃん、キューピーちゃんが言ってくれてるよって、やっぱり他の囲いの人も良い印象ないってって、ゆうさん、そうなの、私にはいい人だけどな、ね、私にはゆうさんいい人だよ、ね、こちらゆな、あ、りょうちゃんいつもありがとう、よせさんこんばんはって、こんばんは、ジョガミちゃん、クリマンジュウさん定期一生懸命ってね、ありがとう、そうだったね、ジョガミちゃんね、りょうちゃんナイスをしましたって、ありがとうございます、ありがとうりょうちゃん、ありがとう、あ、ゆなさん八方美人だからね、ゆうさんいろんな人に良い顔するんだよって、いやそんなことないと思うけどな、ね、いい人だよ、私は分かってるよちゃんと、そう、こちら
リアルキューピーちゃん、ヨッシーにだけいい顔してるんだよ、悪いけどって、なんかさ、りょうちゃん、盛り上げにゃんこちゃん、ありがとう、ありがとうね、あ、にゃんこちゃん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 、つめー、ありがとう、りょうちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、ちょがみちゃん、盛り上げにゃんこちゃん、パチパチってね、ゆなちゃん、他の枠で、妖精さん、おばあちゃんだからってね、うん、しやすいんだねって言ってたよって。誰が、ゆうさんが、そんなことないと思うよ、あの人いい人だったけどね、フラー先生、にゃんこちゃんのナイスってありがとう、あ、りょうちゃん、よせさん、8月配信お疲れ様でしたってありがとう、ありがとう、りょうちゃん、ありがとうね、ありがとう、お前がお前がお前がアラブの石油王、ウィンドズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、孫正義、ハート花火、ハート花火、ありがとうございました、ありがとうございますね、りょうちゃん、ありがとう、ありがとう、りょうちゃん、サインが取れました、皆さんのおかげでございます、ありがとうございます。あとは、男女混合でもなんとか、11位に落ちるとね、ダメだけど、なんとか入りました、これも皆さんのおかげです、ありがとうね、りょうちゃん、ありがとう、ありがとうね、ゆなちゃん、ゆうさんが7し米でブロック指示するとすぐブロックしてくれる、おすすめよって言ってた、信じられない、いやいや、そんなことないと思うよ、りょうちゃん、フラー先生、りょうちゃん、花見ナイスってありがとうございます、りょうちゃん、フラーさん、こんばんは、お疲れ様ですってね、フラー先生、りょうさんってね、りょうちさん、よせさん、こんばんはって、こんばんは、ちひろちゃん、こんばんは、本日もナイスって、ありがとう、ちひろちゃん、ありがとうございます、ありがとう、りょうちゃん、KP10 個、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ゆなちゃん、よせさん、むかさんとおくとさんが離れていったように、リスナーも神様じゃないから悪い心があるのよって、ほんとね、あんだけ応援してくれたけどね、私も、驚いたんだよ、はっきり言ってね、あのね、誰か他のリスナーさんに聞いたんだけど、北斗さんは、イカルドさんのにナイスをしてるって聞いたんですよ、誰か他のリスナーさんにね、そうしたら、だから私、ナイスは誰に押しても、別に自由だから、大丈夫ですよって言ったのね、私、だからね、もうその時から、大体ね、あれよ、大体分かった気持ちが、そうね、そう、ありがとう、千代神ちゃん、ナイス、今110超えましたって、ありがとう、ありがとうね、スティーブン、ゴーゴーさん、こんばんは、ナイスしましたって、ありがとうございます、ありがとう、スティーブンさん、ハートハート、ありがとうございます、ありがとう、りょうちゃん、風船、ありがとうね、ありがとうね、ありがとう、見えなくなっちゃった、ごめんね、ゆなちゃん、あら、ね、ありがとう、ありがとう、りょうちゃん、一日700ナイス目指して楽しく、ありがとう、そうなのよ、700ね、だんだん下がるのよ、ありがとう、
ありがとうね、うん、リアルキューピーちゃん、ヨッシーの気に入ってるリスナーさんを悪く言うのは心苦しいけど、悪く言うの、うん、そう、うん、下が見えねえ、リアルキューピーちゃん読みたいけど下が読めねえ、うん、悪く言うのは心苦しい、わかる、わかるよリアルキューピーちゃん、うん、ありがとう、ありがとうね。あー、ゆなちゃん、しんごくんに似ておバカなのよ、よしーさん笑うけんねって、うん、もうね、うん、ありがとう、うん、こちら、何、うん、え、河内の石野崎さん、つづれをつれろって、ありがとう、ありがとうね石野崎様、お前がお前がお前が、アラブの、あ、違った、間違えた、にゃんこちゃん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 の爪、ありがとう石野崎様、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ゆなさん、ゆうさん、あ、ちよがみちゃん、フラー先生、バーガー、パチパチ、あ、ありがとう、フラー先生、バーガー、ありがとうございます。みんな一緒で分かんなくなっちゃう。ありがとう、ありがとうございます。ゆなちゃん、ゆうさんの裏の顔も恐ろしい、うん、優しそうな人だけど、おー、裏表激しいね。ゆうさん、やばい人。いや、そんなことないと思いますよ、私。うん、ねえ、うん、こちら、リアルキューピーちゃん。ね、よし、気に入ってるリスナーさんを悪く言うのは心苦しいけど、ここに来れなくなった原因の人だから、正直、いなくなって来やすくなった。あ、そうか。うん、そうだね、うん、それもあるね、うん、確かにね、うん、そう、キューピーちゃんの言う通りだな、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、そうだよね、心苦しいよね、今まで応援してくれた人がね、うん、そうだけど正直ね、うん、来やすくなったって、そうだね、キューピーちゃんの言う通りだ、うん、ありがとう、ありがとうね、うん、ありがとう。ゆなちゃん、キューピーちゃんも言ってるし、ゆうさんは新規の人を陰でいじめたからね。いや、そういうことないと思うよ。うん、ね、うん、それはね、うん、ね、よしえもんさん、リスナーさんが仲良くなりすぎるのも良くないんだっぺって。そう、うん、こちら、ゆなちゃん、火のないところに煙は立たないんだよってね、そっかーい、うん、栗まんじゅうさんがね、うん、いなくなるとは思わなかったね、うん、ね、わかんないもんだね、ね、うん、まあね、うん、まあしょうがないよね、ね、ありがとう、ありがとうね、うん、うん、私ね、うん、なんで栗まんじゅうさん関係あるのかね、北斗さんとモーさんでね、ね、うん、あるのかな、わかんないけど、うん、わかんないね、人の気持ちってわからないね、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、皆さんありがとうございますね、よしえもんさん、問題片付けたら帰ってくんべーって、うん、問題片付けたら帰ってくんべーって、そうなん、誰、くるまんじゅうさん、うん、りくリアルキューピーちゃん、モカさんとドドドの仲間だったからじゃないって、あー、そっか、ドドドって言ったんだ、クリマンジュさん、そうなん、ジョガミちゃん、ユウさんという方よくわかりませんが、シンキさんは入りづらかったと思います、あ、そうなんだ、うん、
そういうとこあった？そうなん、うん、ああいう、何あれ、そうか、こちらお名前さっき教えてもらった方かしら、うん、ゆうなさんじゃねえ、なんだっけゆうさんはれいこさんの悪口も七字で書いてたねって。そうなん、私そういうの分かんないよ、うん、本当、うん、そうなんだ、うん、よく分かんないけどな、うん、山田太郎さんこんばんは、ナイスってありがとうございます。あ、いつもありがとう、山田太郎さんありがとうございます。ありがとうね、いつもありがとうございます。ありがとうね、山田太郎さんありがとうございますね、いつもね、歌を歌った、こちら七瀬のふわっちくん、うるうるフェイス10個プレゼントって、ありがとう、うるうるフェイス、うるうるフェイスって言うんだ、顔だね、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、七瀬のふわっちくん10回応援しましたって、ありがとう、ありがとう、いっぱい何ですかこれ、ふわっちくん風船10個ありがとう、七瀬のふわっちくんこちら抽選券10個ありがとうございます、ありがとう、こちらなんだろう10個ありがとうね、浦先生アイテムナイスありがとう。じゃあみんな一緒に言いますね、皆さんありがとう、お前がお前がお前が、アラブの世界、インドズ、ビルゲイツ、ソフトバンク、ソンマスヨシ、ありがとうございます、皆さんアイテムありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ヨシエモンさん、ヨシも昨日だったんべ、うん、昨日だったんべ、うん、そうだね、うん、ユナさん、レイコさんに言い返されて悔しかったみたいで悪口書いてた、ヨシエさん見てなかったけどねって、そうなんだ、うん、うん、私知らない全然ね、うん、そうね、うん、でも私にはいい人だったけどね、うん、白髪ちゃん日付が変わって新しいアイテムですねって本当ですね、千代神ちゃんね、うん、大変だね覚えるのね、うん、おばあさんが覚えるの大変だよ、うん、ゆなちゃんなんで玲子さんの言うことを聞くのっておバカなの、よっちゃんは地方症なのって書いてた、うん、おバカなのよっちゃん地方症なのって書いてたろうって誰が、ゆうさんが、うん、知らない、私そんなの私わかんないもん、夢中の時はそういうの、うん、そういうのわかんなかった、よせいさんが見てない時に悪口書いてたからね、ゆうさんは、そうなんだ、うん、そんなことないと思うけどな、うん、私はね、うん、ね、だからゆうさんもねいろいろねあれ気使ってね、あれなんだよ、陰ながら応援してますってね、いつもあれだよ、あのそんなそうにね、そうだよ、ね、こちらコメントは寄せないけどって言ってるような気がします、うん、そうこちらリスナーさん、ヨシエさん、デイサービス、疲れ様でした。9月もよろしくお願いしますって。こちらこそ、いつもありがとう、リスナーさん。ありがとうございます。こちらこそ、よろしくね。ありがとう。くまちゃん、
くまちゃん、ありがとうございます。ありがとう千代亜美ちゃん、くまちゃん、パチパチ、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。まちゃこちゃん、よせさん、気にしないよ、いいからって、気にしないよ、いいからってね。そうだね、いろいろあるね、まちゃこちゃんね、難しいね。こちら、ゆなちゃん、有名になるために妖精さんに良い顔してもう何しているらしいです。フラー先生、くまちゃんナイス、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。ゆなさん、怖いね、誰も信じられなくなる。妖精さん、かわいそうだ。そうなの、そんなことないと思いますけどね。そうだよ、いい人だったけどね、私にはね、本当。なんかゆうさんね、お母さんがね、私が、お母さん亡くしてね、私が、お母さん見てるようだって言ってくれたよ。そうね、よしもんさん、何食べて食べてんべよし、私喉が痛いから、喉飴よ、遊郭ちゃんのろ飴、あ、ゆうさん出てくれたよ、ほら、ゆうさん出たよ、ね、ゆうさん出てくれたよ、嘘ばっかり書かないでよ、笑うって、ひとみ、あ、ひとみさんなんだ、ああそう、ありがとう、ゆうさん、ありがとう、よくそんな嘘ばっかり思いつくねって、笑うって、ゆうさん、誰が、どの人がひとみなん、え、何言ってるの、ひとみないですけどって、キューピーさんに聞いてみてくださいね、だってゆなさんっつうのがあれ、ひとみなん、ひとみって前探した人だよ、そうね、よしもんさん、この方がゆうさんなんだって、そうだよ、感心するわ、笑うってね、そうよ、よしさんって、何、ひとみは知ってるよ、あの騒がした子だよ、いつも、ゆうなさんっていうのがそう、ゆうさん、ゆうなさんっていうのがそう、あの人騒がしたもんね、結構ね、前もね、そうよって、じゃあゆうなさん消しましょうね、ブロックしますよね、嘘言われてね、みんな信じられちゃ困るからね、そうですよね、分かった、消しますよね、じゃあブロック指示はゆうさんだよね、いやいや、ひとみってね、ひとみって悪い人だよ、前騒がした、なんかねすごかったよ、あようちゃんナイスしたよ、頑張ってくださいねって、ありがとう、ありがとう、だからね、わよーって、ありがとう、ようちゃん、ようちゃん、ありがとう、いや、あのね、ひとみっていう人ね、確かにね、人を騒がした人、知ってますよ、慎吾くんが
言った通り、キューピーちゃんも実はアンチなの、残念だけどって。あ、そうなんですか。え、そうなの、うん、そうなん、ユウさん、シンゴは言ってたけどね、うん、ひとみはコロ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 名前を変えてアンチしてるって。そうなんだ、うん、そうなん。じゃあキューピーちゃんもひとみってこと。私はアンチじゃないってば、いい加減にしろ、笑って。コロコロ名前を変えてアンチしてるって、うん、ポンコツココアアアボット、寝なくていいのって。うん、私ね、あのひとみさんっていうのがアンチ分かってる、うん、前ね、あの名主の方が教えてくれた、うん、でね、なんかあの薬飲んでんだって、うん、ね、うん、ひとみって確かに、うん、荒らしましたよ、枠を。私知ってますから、うん、初めいいこと言うんだよ。でもね、うん、ひとみって本当アンチだった、嘘じゃない、うん、自分のことを言われたから、ゆうさん私をアンチって言ってるよって思う。キューピーちゃん違うと思うけどってね、うん、またね、も燃えてるの、もうさんね、ひとみは大嘘つき、アンチのリーダー。そう、私ひとみは知ってる、うん、名無しの方が言ったもん、ひとみはアンチだって、うん、今何の名前で来てるったっけ、忘れちゃった、うん、私をアンチって言ったね、謝ってよ。何、なリアルキューピーちゃんはひとみさんなの。ひとみさん、リアルキューピーちゃんひとみさんなん。あ、ポチポンさん、お夜食一緒に食べましょうって。違うよって。ひとみじゃないけど、うん、あ、ひとみじゃないんだ、リアルキューピーちゃんは、うん、でもアンチって。そうなん、うん、そうか、アンチじゃないってば、いい加減にしてだって。うん、あ、ありがとう、イブリスさん、ナイスしたよ、ありがとう。もうむちゃリスナーさんと割り切って、アンチとか囲いとかでの方がいいと思うけどってね。こうさん、横から見てるとおかしいのはゆうさんって人のように見えますって、うん、焼肉ちゃん、キューピーちゃんはアンチじゃないよって、うん、ナイスも毎日押してるのにってね、うん、うん、キューピーちゃんは毎日来て、ヨセさんとお話しして、アンチには見えないって、ホーさん。うん。ナネシのウワッチ君、ヨセさん、ユウさんなりすましじゃないのって。言葉が強すぎないって。うん、うん。あ、ユウさん、ごめんね。キューピーちゃんって言ってるよ、ユウさんが、うん、ね、でもね、うん、あれ
千代神ちゃん、キュービーちゃん、可愛いと思うけどって思いますがってね、うん、でもあなたアンチなのよって、うん、ごめんねって言うなら、出て行ってよ、気分悪いわ、だって、うん、ユウさんっていう人全然何来ないのにいきなりなんかですかって、うん、いやいや、うん、ほふごさん、ゆうさん、あなたが間違って頭がおかしい、いやそんなことないよ、うん、もむちゃん、うん、理由わかんない、笑う、リアルキューピーちゃん、いきなりなんなのって、ご飯好きさん、なんかゆうさん、人見って人と同じぐらい荒らしてないって、うん、ゆうさんが何、ひとみさんっていうこと、うん、ゆうさん見苦しい、よせさん迷惑です、いきなり暴言やめてって、あれあ、ふわっちくん、なんかいただいてありがとう、ありがとうね、アイテムありがとう、ありがとう、アンチがうるさくて、よせいさんにご迷惑かけてるから来ないって、うん、ね、うん、ゆうさん、いやいや、そんなことないよ、うん、うん、もうこうなるとめちゃくちゃになっちゃうね、だけど瞳が嘘ばっかり込めするからちょっと出てみました、そうだよねゆうさんね、うん、そう、私知ってますよゆうさんの気持ち、うん、ゆうさんそんな人じゃないよね、うん、そんな人じゃないよ、うん、いつもね、うん、あのコメントしないけど、よせさんいつでも応援してるからねってね、そういう言い方ですよね、うん、ね、私知ってますよゆうさんの本心、気持ち知ってますよね、うん、うん、みんなゆうさんの気持ちわかんないんだよ、うん、偽物のゆうさんだな、これはって、あ、偽物、うん、偽物、うん、偽物かい、うん、それは私わかんないよそういうのは、うん、でも瞳っていう人は悪い人だよ確かに、前私ブロックしたから、うん、ね、うん、何、ほうさんっていう人があれかな、ひとみかさ、ひとみさん、あなた、ひとみがゆうさんになりすましてる、ブロックしようって、キューピーさん、ひとみ呼ばわりしたのは失礼です。今日は出て行ってほしいだって。何？違いますよって。ゆうせいさん、配信で言ってたけど、ゆうさん、コメント書いてるって。魔女狩りって。私、本物、ゆうさんよ。ゆうせいさんも寝るね。おやすみなさい、ありがとう、ゆきちゃん、今日のゆうさん本物、え、本物、うん、やっぱり、あ、ゆきちゃんわかるよ、ゆきちゃんだったらね、うん、本物だから余計に悪いんですよって、今日のゆうさん本物だよ、プロフィール見たらわかる、そうなん、ゆきちゃん、うん、ゆうさんね、うん、
私、うん、分かるよ、うん、ゆうさんの気持ち分かるんだ私、うん、悪くないよゆうさんは。本当に私を陰ながら応援してくれるね、分かってる、うん、私ゆうさん分かってる、うん、ね、うん、いつもねコメントは出さないけど、よしえさんいつも応援してるねって言ってくれてるよ。本物ならひどいって。リアルピキュービーちゃんのこと謝ったよ。キュービーちゃんごめんねって、うん、ね、ゆうさん謝ったよ。キュービーちゃんのことね、うん、謝ったね、ね、キュービーちゃん分かってあげてよ。ゆうさんそんな悪い人じゃないよ。リアルキュービーちゃんも、うん、ね、うん、そうだよ、うん、あ、まさこちゃんナイスナイスってね、ね、こちら、うん、よし私のことって疑った疑わないよキューピーちゃん大丈夫、うん、ね、ナイスナイス、閲覧の方ナイスって、まちょこちゃんありがとうございます。ありがとうまちょこちゃん、ありがとうね、うん、皆さんナイスナイス、よろしくお願いしますね。皆さん117名の、うん、閲覧の方、よろしかったら、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたします。お願いいたしますね、皆さん。本物だから余計にダメなんです。あの人、自分の気に入らないリスナーを十円で。私、ゆうさん、どう思われてもいい。ヨッシーに会いに来てるだけって。あ、うん、キューピーちゃんね、うん、謝ってよ、ちゃんとゆうさん、ごめんねって。分かってあげてよ、キューピーちゃん。ね、うん、ゆうさん、いい人だよ。ね、うん、私が知ってるんだから。ね、うん、知ってるよ。うん